高評価しないと食べちゃうぞ。見た目は人間だけど実は青鬼。見た目は人間だけど実は青鬼。どこにでもいる普通のおばあちゃん。荷物が持てなくて動けないアピール。そんなおばあちゃんを助けようとすると口がガバー。口の中から青鬼登場、食べられちゃいますよ。もしブルーベリー色の服を着ているおばあちゃんを見つけたら要注意。スカンク青鬼、スカンク青鬼。スカンク青鬼はものすごく臆病な青鬼。人間と会っても襲ってこないで逃げていきます。弱いんだと思って逃げたスカンク青鬼を何度も何度も追いかけるとおならをかけてきます。ものすごく臭くてゲボまで吐いちゃいます。気絶すること間違いなし。臭すぎて匂いが全然取れません。スカンク青鬼が食べようとしますが、この匂いで気絶してしまいます。ハンバーガー青鬼、ハンバーガー青鬼。ハンバーガーになりきってるつもりですがバレバレですね。目がむっちゃはみ出している青鬼、目がむっちゃはみ出している青鬼。すごいはみ出しちゃってます。横バージョンだけじゃなく上バージョンもいます。それどころかはちゃめちゃむっちゃはみ出してるバージョンもいます。こいつははちゃめちゃむっちゃはみ出してる目で人間を探して急に現れて人間を食べてしまいます。もし目がない青鬼を見つけたら近くに離れている目があるはず。それを攻撃してしまいましょう。青鬼にとって目は急所、これで大ダメージ。バランス悪い青鬼、バランス悪い青鬼。キャッピー青鬼、キャッピー青鬼。キャッピー青鬼は人間を食べません。しかし青鬼が持ち歩き人間にかぶせてきます。かぶせられた人間は肌の色が変わり、そして青鬼になってしまいます。しかしみんなが青鬼になるわけではなく、ほとんどの人間が青鬼になるのに体が耐えられず死んでしまいます。青鬼になれるのは1000人に1人と言われています。ヒア鬼と水青鬼の兄弟、ヒア鬼と水青鬼の兄弟。双子です。ヒア鬼は人間を見つけると自分の体で覆い燃やしてきます。その後食べてきます。水青鬼は人間を見つけると自分の体で人間の顔を覆い息ができなくしてから食べてきます。ヒア鬼と水青鬼は合体することができます。合体してブルーベリー色になります。合体したヒミズ青鬼は水で窒息死させたり燃やしたりしてくる非常に怖い青鬼です。何が何かわからない青鬼、何が何かわからない青鬼。多分小学生が描いた青鬼です。赤鬼青鬼、赤鬼青鬼。赤鬼青鬼はいつもどっちが人間を食べるかで喧嘩しています。耳クソ青鬼、耳クソ青鬼。耳かきをしているとたまに紫色の耳クソが出てきます。紫色の耳クソは風で飛んでいってしまいます。飛んでいった先には紫色の耳クソのたまり場が、いろんなところから集まり100年もの年月をかけて耳クソ青鬼になるのです。耳クソ青鬼は軽いので風に乗って飛んできます。人間を見つけたら上から襲ってきて食べてきます。イケメン青鬼、イケメン青鬼。イケメン青鬼に食べられたい女性が長蛇の列。しかし並んでいるのはおばあちゃんばかり。どうせ死ぬならイケメンに食べられたいと並んでいます。でもおばあちゃんは少し苦いのでもう食べたくないイケメン青鬼。最近ではもう食べずにただ殴っています。赤木青鬼、赤木青鬼。赤木青鬼は普段は青です。青の時は人間を食べてきません。しかし人間の匂いを嗅いでいると黄色に変わります。黄色になったら注意、すぐさま赤に変わります。赤になったら危険、人間を襲ってきます。足も速く、すぐに食べられてしまうでしょう。追いかけられてる時に赤から青になることもあります。青になったから安心と思いきや食べてきます。
一度赤で見つかると何色になっても食べてくるので注意。今回もたくさんのご応募ありがとうございます。採用されなかった方々申し訳ございません。これに懲りずにまたのご応募お待ちしております。ルールを守って応募の方よろしくお願いいたします。応募は2月27日の19時までたくさんのご応募お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。高評価しないと食べちゃうぞ。